元妻で外相や AU、アフリカ連合の委員を歴任したドラミニズマ氏をどけ新し、議長に当選しました。ラマポーザ氏、現、65歳、反アパルトヘイト闘争を。南アフリカの大統領は、議会選の都議員の中から選出されることになって、で、ラマポーザ氏は憲法の規定で、区に退任するズマ大統領の後任として、期大統領の最有力候補となります。NC、かつて反アパルトヘイト闘争を主し、民から圧倒的な支持を得てきましたが、地下ではズマ大統領の公費流用など、